3階席まで超満員に膨れ上がった日本武道館。ウィンターナビゲーション07最終戦、健太と石森大志のタッグが再びこの武道館で再現しました。まずは石森大志、そしてその後ろゆっくりと健太がリングインしました。今武道館を見渡した。かつてジュニアタッグリーグで優勝しましたこの健太と石森大志組、対するのは外国人選手とのタッグを組ませたらこの人の右に出る者はいません。赤コーナー小川義成、エディ・エドワーズ組の入場です。10月ツアーではダグ・ウィリアムスとタッグは組むも 10.27 武道館で突然の仲間割れ、組んでは別れ組んでは別れ、一体この男その腹の内で何を考えているのか。今宵小川義成のパートナーエディ・エドワーズ、さあそしてその後ろ黒幕の雰囲気さえ感じさせる小川義成、今ゆっくりと花道を歩いてきた。小川義成ペットボトルを投げつけた健太と小川の視察戦。赤コーナー小川義成エディ・エドワーズ組対健太石森大志組、日本武道館その全ての視線がリングに注がれます。おっとまずは青コーナー健太が小川を呼び込んだ。この雰囲気何が始まるか。健太と小川今ゴングを聞いた。ファーストコンタクト押し込んでいったのは小川、おっと頭ポーンと触ってきました。今度は打撃戦だ、張っていく両者、いきなりエンジン全開。健太が小川を振った、小川はよく見ていた。こういった挑発攻撃、健太の怒り一気に振ってに達します。投げ返した一回転、これは健太が抑えた上から張っていく、そして場内をアジテイトする。日本武道館を煽りました。サッカーボールキック、そして右足片足でのカバー、顔面を蹴っていきます健太です。キャリア7年の健太、対する小川はキャリア22年。あっとドラゴンスクリュー、痛めている健太の左膝、そこを支点に、そして顔面を先ほどのお返しとばかりに踏みつけていきました小川義成です。今年はこの小川、ジュニア王者だったムシキングテリーのマスクを剥ぐなど暴走に暴走を重ねた1年でした。さあその小川からタッチを受けた今宵のパートナーはエディ・エドワーズ、素早い攻撃を見せました。健太をカバーしていきます。23歳、キャリアは5年というこのエディ・エドワーズ、2005年の5月にノアの研修生になりました。今年の5月ツアーではデビアスジュニアと組んで、まあ、パンパーズが持っています GEC のハードコアにも挑戦しています。パートナー小川、さあローリングソロットから顔面キック、場外に吹き飛んでいきました。その場外で待っていたのは健太のパートナー石森大志、放送席の前、あそして健太は小川を場外に落とした。もう試合の権利なんて関係ありません。石森がエドワーズをリングの中に戻しました。試合の権利も石森に移っています。デビュー5年、このノアへもうレギュラー参戦をするようになりましたこの石森大志。優勝を狙った若手中心のリーグ戦モーリシャスカップでは7点を獲得して3位、1位は谷口、2位は青木の8点でした。このあたり今キャリア、その実力からしても優勝を狙っていたという石森大志、悔しい思いをしました。さあそして赤コーナーエドワーズから小川にタッチが交わされました。小川と石森のマッチアップ、黄色いロングタイツが石森大志、青コーナーです。小川をロープに投げて体当たり打ち勝っていったのは小川、さあ素早い攻防になった、これはよく見ていた、さすが小川義成。そして健太に一瞬ファイティングポーズ、にやりと口の端を歪めました。この挑発的な攻撃に健太の堪忍袋はいつまで保っていられるか。
左腕を捉えました小川義成です。ジュニア戦線に本格参戦しましたこの小川、41歳、キャリアは22年、この4人の中で最もその豊かなキャリアを持っています。素早い動きが身上のこの石森の動きを腕一本で捉えました。そしてエドワーズが出てきます。180センチ95キロ、ジュニアの体格です。エドワーズスピードに乗った、ショルダートアック飛び越えた、一回転ホイップしていったのは石森。さあ場外のエディを見た、エディを見て、これは飛びません。エディが戻ってきた、スライディング、コンマ何秒のやり取りがこの2人の間で繰り広げられています。リングに戻ったエドワーズ、試合は銅から正へ動くか。健太にタッチを交わしました、青コーナー石森、顔面ハイキック、一発一発気迫のこもった蹴りを見せます健太です。エドワーズのフタエルボー、あー、そして小川にハイキック、場外に落ちていきました小川義成、これは不意をつかれたか。健太はこの石森とのタッグでジュニアタッグリーグに優勝しました。そして健太で言いますと 11.3 活躍します。 ROH ニューヨーク大会で三沢光晴の持つ GH ヘビーに挑戦を果たしています。惜しくもベルト奪取することはできませんでしたが、海外のマットさまざまな経験をして成長し続けているという健太です。素早いタッチワークを見せています青コーナー。健太から石森にタッチが交わされました。ハイキック打点が高い、顔面を抑えたエドワーズ、カウント2つで返しますが間髪入れず攻撃を畳みかけていきます。今試合時間は5分を経過しました。石森がエドワーズを捉えた、あ、そしてスイッチを入れるような動き、一回転して体を浴びせてきました。75キロ、全体重をエドワーズに浴びせていったという石森泰治です。さあやはり早くも健太にタッチを交わします。脇腹のあたりに蹴りを一発、エドワーズの頭部を捉えてロープに振ります。健太、おっとエドワーズに行くと見せかけて小川に行った、健太は小川画面、石森はエドワーズ、ドロップキックを見せました。あ、小川来ている、後ろ、またもや打撃戦、もうこの2人に試合の権利は関係ない。健太がローリングサバット、顔面に蹴りを見舞っていきました。健太と小川、石森はエドワーズを捉えています。さあ小川を場外に投げ捨てた、あ、何か厄介者を片付けた、そんな仕草を見せました健太です。試合の権利があるのは健太とエドワーズ、試合の権利のない小川に突っかかっていきました健太です。健太から石森にタッチが交わされました。まだ小川は上下、エボが戦闘、エドワーズは今度は健太に、俺を無視してもらっては困る、そんなメッセージを込めたエルボを放ちましたエドワーズです。青コーナー叩きつけて健太にタッチ、さあ先ほどのエルボーのお返しになるか、おっと強烈な蹴り、そのエドワーズの胸板に放っていきます。ローキック、ハイキック、さまざまなバリエーション、その蹴りがエドワーズの全身を襲います。踏み投げからリングの中央グラウンドに持っていきました。小川が赤コーナーに戻ります。その健太の後頭部を見つめている小川、果たしてその胸の内一体何を考えているのか。激しい蹴りからグラウンドに展開、さあ小川が今ゆっくりとセカンドロープをまたいだ、後ろから忍び寄ってくる小川、肩のあたり円髄を叩いた、さあ健太と小川の時間が始まる。ローリングスポット頭部を捉えて、またもや場外に投げ捨てました。小川が来た、小川と健太、そして石森とエドワーズ、ローリングサバット動きを止めて、またもや場外に落としていこうという健太、蹴り落としました健太。石森はその間にきっちりとエドワーズを攻めていました。
さすがにこのリーグを制したというケンタと石森、素晴らしいそのコンビネーションを見せています。なかなか赤コーナーエドワーズから小川にタッチすることはできません。おっと素晴らしい動きでケンタをかわした。上から串刺すようなそんなミサイルキックを放っていきましたエディ・エドワーズ。さあエドワーズから小川へタッチがかわされるか。小川とケンタが試合の権利を持って今激突します。おっとマウントのようにナックルを浴びせかけていく。石森をかわしてケンタに投げ捨てた。この辺りよく見えている小川義成です。さあ小川がチップラッシャー。おっとケンタの蹴りは生きていた。ケンタと石森のダブルでの攻撃だ。おっと動きをかわして足を石森に投げつけた。バックを取ってガーン席落とし。2対1でもひるむことはありません。この辺りキャリア22年、そのベテランの技を見せました小川義成です。小川が健太を捉えた。もう一度バックドロップ、いや1回転しました。ミドルキック、ローキックからローリングソバット、そしてスワンダイブに移行する。サードロープ放っていきました。スワンダイブミサイルキックを放っていった大の字の小川。しかし健太にもダメージが溜まっている。健太はタッチを交わすことはありません。小川の髪の毛を掴んでスタンディングに移行した。対角線目いっぱい距離を取った。ハイキック顔面、そして崩れ込んだ小川の顔面を的確に捉えました。うずくまる小川、立ち上がれません。石森はエドワーズを分断。さあそして両手を取ったタイガースープレックス、そのままカバーに行く。カウントは2つ。肩を痛めた小川義成、試合時間は10分を経過しました。このタッグマッチ、小川と健太がその感情をあらわにしているが、サミング動きを止めて鉄柱。健太の左肩は鉄柱に強打されました。さあそしてその健太をニュートラルコーナートップにバックを取った。なだれ式か。健太がこらえます。健太がこらえた。さあそのまま、お、降りません。健太が降りません。トップから小川を捉えた旋回式、やこれはその急所の部分をサードロープにうまく調節して当てた。さあそしてロープからの雪崩式岩石落とし。健太どうだ。左肩を上げました。この辺りの一瞬の切り返しアイデア、さすが小川義成、ノアの作詞と呼ばれるだけあります。ケンタは2対1、小川とエドワーズ、円錐切りはエドワーズ、バックを取った、もう一度バックドロップ、そのままホールドした。カウント2つでなんとか返します。さあ小川がケンタをどう料理するのか。ケンタの動きが止まったか。その後頭部のあたり、顔面に蹴りを入れます。これに怒ったケンタ、顔面はだいた。さあ小川義成の時間が始まったか。あとこれはいけません。場内がどよめいた。タイガードラガン持っていこうというところ、これはリバースでそのままそのまま抱え上げた。スクールボーイで切り返した方が一回転、膝蹴りを顔面に見舞いました。ケンタ技の切り返し合戦、日本武道館がこの二人に沸いている。小川からエドワーズ、ケンタから石森、試合の権利が両者移った。素早い攻撃になった。1回転丸め込んでいく石森、返したエドワーズ。さあカウント2の応酬になった。3は効けるのか。エンゼにかわしてバックを取ったエドワーズ、1回転した。エルボーで動きを止めてエドワーズ、側転から顔面に蹴りを見舞いました石森。そして腕をクラッチしてそのままホールドした。小川のカットが間に合った。ケンタのキックがいった。小川とケンタ、さあ青コーナー、ケンタと石森がエドワーズを捉えます。まずは石森エルボー、そしてケンタのローリングソバットがお出迎え。ブレーンバスター、上からは石森泰治が降ってくる。さあエドワーズどうだ。小川は
分断されていました。カウント2、場外では健太と小川義成、そしてリングの上では西森とエディ・エドワーズ。さあ石森がスーパースターエルボーイン、日本武道館完璧に決まったが小川のカット側にあった。スーパースターエルボーは完璧に決まりました。これは小川のカットがなければ危ないところでした。今一度健太がエドワーズから小川を分断、リングの上は西森がエドワーズを捉えています。さあ腕をクラッチしてリバース、1回転丸め込むか、蹴りをかわしたスクールボーイ、1回転ラリアットかわして石森が1回転丸め込んでいったがエドワーズ胸板へのキック、セカンドロープからムーンサルト。さあ石森どうだ、カウント3つはまだ効かない。さあこの試合を決めるのはどっちだ、エドワーズがニュートラルコーナー、石森を投げて、その石森がトップからアーッと下から勝ち上げた、その蹴り足を取って腕を捉えて落とした。小川のカットは届きません、カウント2つ。さあエドワーズが決めていくか、石森ピッチを迎えた。健太は小川に止められ場外だ、チックラッシャー。エドワーズとの素晴らしい連携を見せている小川義成、苦しい戦いを強いられている石森大志、健太がようやく青コーナーに戻ってきました。さあリングの中央の石森をターゲットにエドワーズがニュートラルコーナー、そこに健太が行った、小川も行くぞ、4人がニュートラルコーナーに集まりました。小川は健太、石森はエドワーズ、ニュートラルコーナートップにいるエドワーズを捉えた。さあエドワーズか石森か、ピンチをしのぎました。石森が駆け上がってフッケした、カウント2つ、右肩を上げました。試合時間は15分を経過した。場外では小川と健太、リングの上では石森とエドワーズ、距離ができた。エドワーズが下から膝を打ちつけて高さがあるぞ、お返しとばかり投げ捨てていった。さらには石森を捉えパワーボム、健太のカットが間に合った。場内大ストンピング。さあエドワーズがフィッシャーマンツープレックス、カウント2つ。放送席の前は健太の側、エドワーズが石森を捉えるか、足を変形に取って叩き落としました。さあエドワーズが石森から取りました。思わず両の拳を日本武道館の中央で握りしめた。エドワーズが石森大志を下しました。ジュニアタッグリーグチャンピオンのこの健太石森大志組を見事に破りました。小川エディエドワーズ組、喜びを爆発させます。エドワーズ、そして再三この試合小川にやり込められた健太が今ゆっくりとリングに戻ってきました。試合時間は16分09秒、健太が小川に行った、ハイキック。試合は終わっていますが、もうこの2人にはそんなものは関係ありません。今健太と小川を引き離した、小川が行った、小川が行きました。セコンド陣がこの2人を必死に止めます。荒れた試合になりました。第5試合、健太と小川、何やらこの2人に不穏な空気が漂います。離婚勃発か、やはりこの小川義成ただでは終わりませんでした。健太の怒りはまだ収まるところを知りません。まずこの試合では赤コーナー小川義成とエディ・エドワーズ、このタッグがジュニアタッグリーグ優勝チーム健太石森大志を下